一番上からいきましょう。同名詞です。じゃあ、ここから日本語から読んでいくからね。あ、同名詞って ING なんだけど、ING は2つあって、えっとね、現在分子と同名詞と2つあるの。現在分子は中学校1年生の時に習ってて、同名詞は中学校2年生で習うんだけど、現在分子、ING、どっちも i n g 系だから全く同じなんだけど、例えばスタディングを 勉強しているって訳すと、え、これは、えっ、ー、と、現在分詞、一年生で習ったやつ。で、スタディングを、勉強しているじゃなくて、勉強することっていうふうに訳すと、これは同名詞っていうんだ。同じ、えっと、ING なんだけど、完全に違う意味があって、二つある。こういうことは日本語でもよくおあるんだよ。あの、同じ言い方なんだけど、 えっと、意味がいっぱいあるとか、例えば手みたいに。見て、なんていう時の手。食べて、とか、黙って、とか。<laughs> その手を、手の時にその手があったら黙ってっていうのは多分命令だよね。見ても、えっと、命令だよね。ところが、えっと、行ってくる、なんていうとき。行って来る。行ってきます、なんていうときの行っての手は、行って帰ってきますって意味だから、 言って、そして、素質てって意味だよね、きっとね。言ってっていうふうに命令してるわけじゃないから。あと他にも手とかいっぱい、手はいっぱいあると思うんだけど、そういうふうに使い方が全く違うんだけど、あの、同じ単語で、同じ発音でっていうのもある。英語でもあるんだけど、これもその例です。これは、ングは、えー、っと、することという意味と、しているっていう意味であるのね。もう一回ちょっと読みます。せーの。 英語を勉強することが好きです。I like studying English. 彼は読書が得意です。He is good at, He is good at reading books. 彼女はピアノを弾くことが好きです。She, is, she likes playing the p i a n o サッカーをすることは楽しいです。Playing soccer is fun. 私は新しい場所を訪れることが好きです。I enjoy visiting new places. 彼女を泳ぐことが好きです。She enjoys swimming. 友達と話すことが好きです。I like talking with my friends. 彼は絵を描くのが得意です。He is good at drawing pictures. 歌うことは彼女の趣味です。Singing is her hobby. 彼らは英語を見ることが好きです。They like watching movies. 私は早起きが得意ではありません。I am not good at getting up early. 彼は料理が上手です。He is good at cooking. 英語を話すことは難しいです。Speaking English is difficult. 犬と遊ぶことが好きです。I like playing with my dog. 彼女は旅行が好きです。She enjoys traveling. ピアノを弾くことは楽しいです。Playing the piano is fun. 自転車に乗ることは簡単です。Riding a bike is easy. 音楽を聴くことが好きです。I enjoy listening to music. 彼は写真を撮るのが得意です。 He is good at taking photos. 公園で走ることが好きです。I like running in the park. 新しい友達を作ることは楽しいです。Making new friends is fun. 彼女は本を読むことが好きです。She likes reading books. 買い物に行くことが好きです。I enjoy going shopping. スポーツを見ることが好きです。I like watching sports. 家族と過ごすことが好きです。I enjoy spending time with my family. 彼女は勉強するのが嫌いです。She doesn't like studying. 犬の世話をするのが好きです。I like taking care of my dog. 写真を撮ることが好きです。 I enjoy taking pictures. 歩くことは健康に良いです。Walking is good for your health. 彼女はテレビを見ることが好きです。He... あ、ごめん、彼だ、彼はね。He likes watching TV. 本を読むことは楽しいです。Reading books is fun. 彼女はスポーツをするのが好きです。She enjoys playing sports. 寝ることは重要です。sleeping is important. 彼は料理するのが好きです。He likes cooking. 宿題するのはつらいです。doing homework is hard. 友達と話すことは楽しいです。talking with friends is fun. 母を助けるのが好きです。I enjoy helping my mother. スケートをするのが好きです。 I like ice skating. 読書は勉強になります。reading is educational. 映画を見ることが好きです。I enjoy watching movies. 朝食を作るのが好きです。I like making breakfast. 彼女はテニスをするのが上手です。she is good at playing tennis. 家族と過ごすのが好きです。 I like spending time with my family. 絵を描くことは楽しいです。Drawing pictures is fun. 友達,をを友達と話をするのが好きです。I enjoy chatting with my friends. 料理をするのは好きではありません。I don't like cooking. 彼は歌うのが得意です。He is good at singing. 友達に手紙を書くのが好きです。I enjoy writing letters to my friends. 外で遊ぶことは楽しいです。playing outside is fun. 野球を見るのが好きです。I enjoy watching a baseball. ここまでかな。